こんにちは、土の子です。さあポケカね、なんとかちょこちょこ買えるようになってきましたけども、もう僕がね夏休みに、まあ、集めた、ポケカたちになります。もう再販ね、国営の支配者はこちらは確かヨドバシカメラで東京に行った時に購入できたやつで、同じくねこれヨドバシカメラで、錦糸町のヨドバシカメラでねゲットできた151、これ1ボックスずつは、まあ、ヨドバシさんです。であとはもうちょこちょこ、2パックずつ制限とかでね、ゲットした、VU に2日分ね。であと151がバラで購入できたりとか、ね、蒸気船のやつが100万超えする素晴らしいパック4パックだけ買いました。あと、動画にした後にね4パックだけ新世代の主役も買えました。はい、僕こんな感じでしたね。これを今日はじゃあ一気に開封していこうかなと思います。まずはじゃあ数の少ない VU2 からいきましょうか。はい、それでは2パックずつサクッといきましょう。エレズン、イダイト、ガラルファイア、おお、ミュウの AR いいじゃん、めちゃくちゃいい。これ何枚あってもいいね。おお、飛んでった。バオッキー、 2WNL で新王の仲間たち、パラセット、ソルロック、ガラルファイア、ヨノワール、ミカルゲ、レジギガガガガガガガ、なんか入ってるあれが違うんだよね今ね、あの順番が変わったんですよね。ただ SR が確か、ダブルレアトリプルレアの後に来るパターンだったと思う。よし、よろしくお願いします。ナエトル、フォックスライ、サンダー、お、ちょっと待って、 SRR、 エンテイ、ちょっと待って、おー、トレナ、うわ、カイちゃん噛みつれ欲しい。カイちゃん噛みつれお願いします。せーの、ほい、あー、いいっすね。初ゲットです、ナタネの活気、やったー、かわいいでしょ、ナタネちゃんかわいい、お花に、お花に包まれていい感じ。ということで一発目ね、え、あー、びっくりした、 SR パックかと思っちゃった。ナタネの楽器ゲットです。しかもね、エネルギーの SR までゲットすることができました。とりあえずちょっといいの当たってくれると嬉しいね。 AR 隠れポンチョ、トレッキングスーツ、ツツジということで、 VU2 からね SR、見事に引くことができました。やったね。151行きましょうか。151のボックスの方、バラはね、何枚も当たる可能性あるのでね、後で取っときましょう。ということでボックスの151開封していきます。ビリリ玉、白龍、おー、初ゲット AR、 いいね白龍。これはフーディン EX、 ベトベトンペルシャン、おー、なんか当たり全然出てないな、ちょっとドキドキですね。エリカ様来ないかな、エリカ様エリカ様狙いでございます。古びた人手マンのモンスターボール、ライチュウ、お、なんかちょっと来てるな、もうこれここ来てるな、多分 SR だな。トランセル、サンドのモンスターボール、お、ちょっと待って、エリカチャンス、エリカチャンス来ました。普通の SR の方ですね。エリカのおもてなしよろしくお願いします。おー、やったエリカのおもてなしじゃない、エリカの状態ゲットしましたやったね。ナタネの課金続いて、一応ですねこの151の女性、サポートの、トップ これの上にね SAR があるんですけど、エリカの正体ゲットできました。やった、かわいい。僕正直 SAR よりこっちの SR の方が絵柄好きです。ちょっと状態見てみましょう。うわー、めちゃめちゃいい感じ。いやー、いいですね、やりましたヨドバシさんからエリカの正体 SR ゲットです。よかった。いやー、みんないい夏休みでしたか。僕は今のエリカの正体でいい夏休みでしたね、ほんとね。ゼニガメとナナミの手助け、キャタピーのモンスターボール、あとはね、あのピカチュウのマスターボール柄とか出たら激アツ。さあ行きましょう。モンジャラ、ワンリキー、パワウ、モンジャラ、ゲンガー、スリーパー、オコリザル、ビードル、ズバット、ゴース、ガラガラのモンスターボール、ドードリオ、エリカの正体当たってくれました、ありがとうございます。お、メタモンのマスターボールから、え、これめちゃめちゃ良くない？メタモンマスターボールってめっちゃ良くない？だいたい1500円ぐらい、1200円から1500円ぐらいが、相場みたいです。今のね、今のメルカリ相場ですかね。それでも十分に当たりな部類だと思います、マスターボールの中では。やったぜメタモンね人気ですからね。よし、こういうのはしっかりね
あのコレクションしていきたいと思います。さあブースターに白龍、さあ残りはもうないかな。堂々にガルーラ EX。 さあそれじゃあ次は黒煙の支配者いきましょうか。同じ錦糸町のヨドバシカメラで買ったやつですね。これ運よくね、両方あって両方とも買えるっていう、あの神的タイミングで買えました。よいしょ。まだあの頃は8月8日だったかな、7日か8日あたりに行ったんですけど。よいしょ。じゃあ次黒煙の支配者行きましょう。リザードンがとにかく欲しいです。今回僕はですね、151の時はめちゃめちゃ当てれたんですけど、この黒煙の支配者全然当てれてないんでね、なんとか当てていきたいところ。さあ行きましょう。ダルマカツボツボ P。 あのちょっと待って、1パック目からおもだかさん、おもだかおもだか先生、先生って言っていいのかな、ちょっとあんまりネタバレかもしれないからあんまり言わないけど、おもだかさん出てくれました。1パック目おもだか。まあどっちかといえば僕ポピーの方が良かったかなちょっと待って、あれもうこれ2枚箱以外あれじゃないの、ブロローン2枚箱以外熱くなれる展開がレックーザー、レックじゃないリザードン、お願いしますよでね、B クイーン、ちょっとドキッとするんだよな、ま、あのテラスタル EX って。球根 AR 綺麗ですね。球根翡翠球根の SAR かっこいいっすよね。あれいつか買おうかな。なかなかもうね、 VU にも手に入らなくなってきましたね。バンギラス EX いいね、かっこいいバンギラス。さあ行きましょう。 P イルカマン、ポピー、ポピー当てたいな。ポピーん、ちょっと待って、 UR の光り方してない、え UR だったら、あ久しぶりに2枚ここ引けた。 UR だったら、UR のリザードいるんすよ。あもうスタジアムって書いてあるかな、ボールタウンの UR ゲット、スタジアムって書いてあったわ熱くなりたかったわ。ことで2枚箱なんでね、これ1パック僕記念に取っとこうかな。だからこれだけ残します。多分3枚箱っていうのは今まで聞いたことないんでね、1パックだけ記念残ししようっと。別に売ったりするわけじゃないですからね、記念になんかこんなパックあったなってね、10年後とか見たらちょっと懐かしいんで、きっと当たりが入ってないとこが良くない、やっぱりこういうチャンスってなかなかないですからね。ボックスで2枚箱引いた後みたいなね。ハッサム、ヒューコン、ツボツボ、ヨーギラス、あ腹張り行きました。僕があのレイドバトルでよく使ってる腹張りゲット。さらに他にはもういないかな。ほいほいほい、はい、オッケー。じゃあこの黒煙の支配者は、記念パックに、記念パック枠にしたいと思います。はい、ということで、おもだかとね、まさかのボールタウン、2枚箱でしたけども、まあ、2倍ともね、まあ、価値的にはうーんですけども、うん、リザードの UR でもあれですね、もう枠で見れましたね、これね。もう枠で分かっちゃうんだ、これキラキラしてるテラスタルタイプのカードなんで、もう枠で、普通の UR じゃないんだね。さあそれではもう終盤ですね。これはバラで変えた151になります。よし、151から狙うのはこちらもリザードンの SAR がまだ持ってないのと、ミュウの SAR はねもう出たので、あとエリカの正体の SAR とかか。よいしょ。であとマスターボールミラーのピカチュウとか、そこら辺をゲットしたいとかですね。狙っていきましょう。はい、おどうだ、スリープガーディ、ユンゲラーにオムスター、アーボートサキンとベロリンガ、おお人影いいですね、人影の AR、 ラフレシア、カビゴン、サンドパン、ポッポ、ニョロモ、ニョロゾ、ニョロゾのモンスター、そしてメタモンのミラーと、そしてサンダスのモンスターボールメラーですね。ギャラドス、エネルギーシール、バラパックからねいくらでも SR 出てもいいんですよ。
ドキドキできていいんだけど全然当たんねえな。なんだこれ、やめてくれ。全然当てられないのやめてくれ。うん、なかなか。シャワー、おお、来た来た来た、ブイズマスターボール、これめちゃめちゃいいよね。ちょ、これもちょっと相場見てみるか。めちゃめちゃ高え。シャワーズのマスターボールミラーめちゃめちゃ高え。びっくり、5000円ぐらいしますね。すごっ、でかいとこ引きましたな。まあ、マスターボールね、めちゃめちゃこれレアなんでね。やっぱり1ボックスに1枚しか入ってなくて種類めちゃくちゃあるんでね。ほいほいほい、お、ちょ待って、いや SR の光り方だったね多分。え、来たぞこれ。え、まさかエリカの正体じゃないよね、やばっ。どっちだろう、エリカの正体かな。いきます、せーの、ほい。わちょっと待って、え、トップ2つ引けるとか、マジっすか。151の引き半端ねえな僕。まさかの同時に引けるってやばくないっすか、確率的に。いやー、いや、やべえな。いやー、もう大丈夫っすね。他はないかな。あ、でもあれか、これバラパックか、バラパックだか、ワンチャンまだある。はい、なんかめっちゃ光り方 UR、 ちょっと待って、 UR なんかあったっけ。151の UR なんだっけ、 UR だよなこれ。ポリゴンのモンスターボールに種、ミュー EX の UR、 ここもまあそこそこ強いとこ引きますね。マジか、いやバラパック神すぎるマジで。こんな近いとこにね、ミュウとエリカの正体 SAR が来るなんて、神すぎるでしょこれ。151の引きがバグってますな私。おー、リザードいいっすね。おいおい、またミュウ引いてる、やばっ。バラパック神すぎるでしょ、ちょっと待って。ミュウどんだけ引くの、めちゃめちゃ嬉しい。ちょ、このミュウめっちゃ可愛いんでね、これいくらでもあっていいっす。僕もう持ってるんですけどね、買いましたよ、151のちょっとあとぐらいにミュウ。このミュウの SR はねそんなに高くないんでね、やりました。 UR に SR ミュウ出た。やば、エリカの正体にミュウ、ミュウも、もうなんか来そうで怖いな、もう全部、うん、アーボック、はい、行きましょう。最後ラスト、ピジョン、おー、ユンゲラーのマスターボールミラーです。マスターボールミラーまた引けましたね。ユンゲラー、ゴローニャに、さあ最後もう行っちゃいましょう。白龍に、白龍はさっき出たね、サンドコイルコラッタ、古びた甲羅のモンスターボールブースター、以上です。せっかくなんでユンゲラーもちょっと見てみますか、相場を。マスターボールミラーね、でもどれもこれもが結構レアなんでね、だいたいですね、1000円ぐらいですかね。さあそしておまけパックですね、うん、ディズニーと、ワンピース新世代の主役、ここでどうする、サインとか出たら。サインとか出たらどうしよう。僕ねこの新世代の主役ね、結構めちゃめちゃいい引きしたんですよね。バラパックで買ってね、この間何パック、12パックぐらい開封したのかな。それでも相当いいカード当たりましたから。さあ行きましょう、ドーン。まずは、わー、まずはスルート、はい、あー、そうは問屋が下ろさねえぜ。そうは問屋が下ろさねえパターンですねこれね、はい、残念。まあ普通こうですよ。それではもう、ラストですね、ポケカなのにディズニー100開封していきたいと思います。結構高いんですよねこの。このディズニー100結構高いんですよ、あの量が入ってるんでね。わあ、めちゃくちゃいい。めちゃくちゃ、あ、絵柄好きっすね全部、いい感じ。おお、エルサ、エルサ当たりました。これが普通の、まあ、レアって感じなのかな。そして、おお、いいね。デレレレってってデレって、スターウォーズまで入ってる、あら可愛い、白雪姫、さらになんかいいの当たんねえかな、アラジン、なんかいいの来ないかな。おお、かっこいい。かっこよ、キャプテンマーベル、
何レアって言うんだろうこれ。ちょっと見てみますね。1枚300円ですかね。1枚300円でした。よし。でもすごいな、加工めちゃめちゃ綺麗だね。ディズニーのカードいいね。バイス・シュバルツですもんね。バズ・ライトイヤーになんかすげえ残ねえかな。あーベルいいね、かわいい。おールークも終わりました。ちょっと楽しめたかな。うん、はい、ということで今回はね、もうミュウにエリカの正体、サタネの活気、オモダカ、シャワーズのマスターボール、もう盛りだくさんでしたね本当に。多分3ボックス分ぐらいしか開けてないと思うんだけど、多分ね3、4ボックス分ぐらいしか開けてないと思うんだけど、めちゃくちゃ SR 上振れました。マスターボールも上振れました。ということで僕のポケカのね在庫はもうすっからかんになりましたので、また次のね、再販だったりレイジングサーフの時にね開封できたらなと思います。ということでよかったらまた次回も見てください。それではツチノコでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。